내가 죽어도 조직은 그대로야. 동감해! 子供たの安心しろ、俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。여기오지마、너한테얘기하죠。やめろ。말해、이상태죽어。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。あれからもう20年以上経つのか。ネガチゴド、処置くんくでろや。トンガメ。声で騒ぎやがって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだろ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。してるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかねえ。力ずくで奪うんだ。俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。Y さん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、立ち回り外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。
近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもええ。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そないなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてありませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい。これだけ言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけ。ことが終わったら赤の他人。分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。許してくれ、カズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろや。やめろ、やめるんだ、錦！錦！夢か。どうしたの？怖い顔して。なんだ、あるかか。どこ行ってたんだ？どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。